2016年2月29日、AP 通信によると、日本とフィリピンは、防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した。背景には、南シナ海で、中国が、強硬な海洋進出を行っていることがある。フィリピン国防省で、ガズミン国防省は、29日、日本の駐日大使と共に、両国の防衛装備品の技術移転に関する協定に署名したことを明らかにした。締結により、日本の装備品や技術をフィリピンに提供することができるようになる。ガズミン国防省は、協定が、フィリピンと日本が戦略的なパートナーであることを実証するものだと述べ、それぞれの国の国防の機能を強化するだけでなく、地域の平和と安定への貢献を支えるものとなると強調した。この報道に、米国のネットユーザーがコメントを寄せている。日本もフィリピンもよくやったね。どちらの国も常に準備だけはしておかなければいけない。南シナ海問題は日本の国家安全への脅威になっている。日本の軍事産業がお金を稼いで、休眠状態の日本経済を押し上げることになるだろう。何か匂うぞ。アジアの国々はもう一度協力していこう。中国が行ってきたことが結果となって出てきている。